You're watching another Nerdstalker event update. ナードストーカーの藤村太鼓です。今、ビートラックスの創立10周年記念のパーティーに来ています。そこで CEO のブランドン・ヒルさんにインタビューをさせていただきました。藤村です。よろしくお願いいたします。ブランドンです。よろしくお願いします。10周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。始めた時と全然変わらないですね。全然10年経った感じが全然しないです。基本的には毎日チャレンジングなことが連続していて、それが10年続いて今に至るので、まああんまり苦労とも思わないですけど、大変なことばっかりです。そうですか、はいはい、なんか一番最初はやっぱり大変だったんですよね、起業される時っていうのは。大変だったんだと思うんですけど、気づかなかったですね。そうですか。最近は、新しい事業を作るために、はい、クライアントさんがうちのオフィスに来て一緒にものづくりをしてるっていうのをやってますね。最近だと、サービスデザインって言われるその事業プラン自体のデザインをしたりとか、あとはユーザーエクスペリエンスという使いやすさのデザインとか、そういうのもやってますね。日本のオフィスを作って1年経ったんですよ。でアメリカオフィス10年経ったので、そこの2つのバランスをよくしていって、他の世界の他の拠点も増やしていければなとは思っていますね。あとは、サービスをもっとそのデザインだけするとかじゃなくて、イノベーションを作り出すようなサービス形態をどんどん作っていって、大企業とスタートアップを混ぜるっていう、そういうことをやっていきたいです。サンフランシスコのスタートアップって新しいものを作り出すのが非常に上手なんですね。で日本の企業っていうのは結構組織がしっかりしていてリソースもあるんですけど、新しいのを作り出すのがなかなか大変だったりするんですよ。その2つを合わせると、しっかりとしたバックグラウンドがあって新しいものを速いスピードで作り出せれば、結構グローバルに展開できるビジネスが作れるので、それを一緒に、手助けができればと思ってるんですよね。あ、そうですか。はい。